新生ラストアイドルが本日12月24日にセカンドシングル「ILOVE YOU を君に」を配信リリースした画像「新生ラストアイドル」「ILOVE YOU を君に」配信ジャケット他8件秋元康史企画のオーディション番組から誕生した女性アイドルグループラストアイドルは2022年5月をもって約5年間にわたる活動を終了今年に入り ブロウアウト代表取締役の市宮祐樹がプロデュースを担当する新生ラストアイドルが始導した。シングルの表題曲、I Love You を君に、は、片思い中の相手に気持ちを伝えられない女の子の気持ちを爽やかに歌った青春ソング。12月3日のお披露目ライブで披露された、透明色の未来、夢が夢じゃなくなる字、さらにデビュー曲、未完成スターライト、を、ラストワンメンバーオーディション、 でメンバーに加わった橋本樹里を含む7人で歌唱した音源も収められている。ラストアイドルの YouTube 公式チャンネルでは、本日12月24日18時にこの曲のミュージックビデオが公開される。新生ラストアイドル、I love you を君に収録曲1。I love you を君に02。透明色の未来さん、夢が夢じゃなくなる時04。未完成スターライト、7人バージョン。